治った治った。今日のね、こんな沖縄の地でね、こんなトラブルは勘弁してほしいよ、本当に。絶対何かしらのトラブル起こる。今日最大まであるよ。はい、これで配信は大丈夫で、2位の新しいイラストも できたよこのために作っといた。あ、ちょっと画面が大きい。ちょっと待って、やることは多すぎるぞ俺。あれ俺全然、え、何爆死、今何だった、あれ爆死昇格、あ、マジか。あ、何、一発目が爆死パンパンだったんだ。ああ、また、やること多かった、いきなり、バクシーがいきなりパンパンで、皇帝パンパンで、それを2位倒したと、夫人ありますよって出てきましたね。ああ、そうだ、カウント変わったね。これ通算でいくから、通算で。ちょっと待って、ちょっと待って、やること多すぎる、ちょっと待ってよ。恐怖を教えてさ。Fight!
はい、できた。風神戦になってて、ゲームの音が出てるの大丈夫だな。もう大丈夫だな。よし、もう放送できるな。放送するぞ。放送するぞ、放送するぞ、放送するぞ。実況、なん、爆死が、風神、爆死はもともとですね、先々週のブラックコロシアムで、までは雷神だったんですけど、ブラックコロシアムでウォーカーゲーミングの影丸との同士打ちとかもあり、ま、ありつつ、雷神から上に上がることはできないままこうなったんですけども、キャラクターを変えてこれで1対1。さあ、昨日の黒黒杯 in 沖縄、いくら輸送費かかったと思ってるます機材を送るのに段ボール4つで、もう沖縄離島なんだよな。離島の良さがあるんだよな、本当に。いや、でも本当に沖縄の海は美ら海、本当に綺麗な鉄拳をするこの2人が、なぜ沖縄で戦わなければならないという感じで戦って出してきたのは、バクシーはもちろんの本キャラ、根っからのブライアン使い、そして2位といえばブライアンなんですけども、最近はめっきり見なくなったんですが、昨日使ってトーナメント優勝してましたね。挑発ジェッパも4の3みたいな感じで、バクシーが 1-2-3 入れてくる強引な手法を使い出しましたね。選ばれてるのはイタリアステージ、クラディオ。このステージ、これね、前段入って運び切ってバン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 、なんだっけあれ、ハイドクローラー、違うな、忘れた。ターンエンドコンボきっちり入ってからマッハパンチマンで、マッハパンチのダメージがでかいからマッハパンチして、壁中になっているところ いけるとでかいですよね。トリマガード、2位でもとっさのぶっ放しリフトアッパー、シュッて角換入れられないんだ。リフトアッパー密着がいいな。もう俺ブライアン使ってないから、リフトアッパーガードしたら14とかでいいから密着がいいな。今日の対戦相手は3人、バクシー、ダッチャー、チクリン。実はここにあのローハイとランチュも来てるんですけども、もう沖縄を満喫してますね。昨日はあの沖縄生たちと大会が終わった後飲み会開いてもらいまして、非常に楽しかったです。昨日大会の実況してたから、大会の実況の時はさ、あんまりこういう世間話みたいな話は出さないようにして、まあ当たり前だけどしないんだけど、普通のこの普通じゃねえけど普通の放送の時は、まあ、そういうの交えているんで頭が切り替わらないぞ。痛いやつ運びきれないけど、レイジ止めうまっ。あの状況でコンボ変えた？壁届かないのは分かってるけど、爆死の中で置き攻め特化のレイジ止めでしょ今の。封じになった途端に、横でローハイとさ、ランチョがタッグ2のペアプレイしてんだよね。タッグ2のペアプレイ筐体があるからタッグ2やってんだけど、ランチとシャネルじゃねえ、ランチとローハイどこのグリーンアーケードだよ今の絵面グリーンアーケードじゃねえかよいい
T 出てくるよ、グリーンアーケード T 出てくるよ。グリーン、グリーンの、あ、グリーンアーケードコーヒーだ。グリーンアーケードコーヒー、ベリースイート。あ、アーケード、グリーンアーケードママはね、優しいからね。グリーンアーケード主に、まあ、近いからな、韓国と沖縄近い、東京よりも近いからな。プレッシャーかけてくる爆死。これは終わっちゃうやつか。こういう時にね、通常コンボをきっちり入れて、今のところとか、うん、レジアーツでドンドンドンでいけるかとか言って、あ、やべ、レイジャースでフィニッシュできなかった、やべ、やっべっていうなったりするでしょ。そういう状況判断をしているのか。ヘイ、鉄拳マシーン。ヘイユー、鉄拳マシーン。2位が珍しくカスタマイズ青ですね。2位といえばレッドなんですけど、しゃがんでくる。そこしゃがむの当たり前か。今のなんだ、ハイキック中、ハイハイハイか、ハイハイミドルハイのやつか。俺でもしゃがめるわ今のはね。全然すごくない。仲良しか。フレンドリーか。あ、俺ここら辺に、あ、手見えねえや。と言ってる間に3対1封じになってから一発目は皇帝戦爆死昇格封じになったんですけど、確か封じはマイナス4ぐらい、マイナス5ぐらいじゃなかったかな。封じはこの変わり目は落ちにくいです。そして逆に皇帝から封じみたいなところは上がりにくくて、上がっちゃうと落ちにくい台ですね。昨日爆死 VS2 位はありましたね、トーナメントの中で。まあ沖縄クロクロカップね、面白かった。さ、もちろん札幌クロクロ杯、クロクロ杯全部面白いんだよ。何言ってんだよ。盛り上がり方とか、その、まあ、みんなね、声出しとか、まあ陽気だよね、南国の人は。札幌クロクロ杯、初めてやった年とか、みんな、なんか盛り上がりたいんだけど、シーンとしてたから。北海道道民魂で。なんか雪国の人はね、打ち気になりやすいんですよ本当に。きっちりいかない、1残る。爆死はここから見せてくれるんでしょ。ミリでレイジアーツワンチャン圏内じゃん、これ。なんか浮いたらワンチャン圏内でしょ。もうすごい減るレイジアーツだから。なかった。さあ次あたりが怪しくなってきちゃいますよ、爆死。これさね、2位のイラストかっこいいじゃん。これ、ね、鉄骨持ってんだよね。鉄骨、ブライアンのちょっとチラッと見せるね。チラ見せするね。鉄骨やばくないこれ、鉄骨。面白いね。あ、やべやべ、試合が。
まあそういう風にあの肉球先生にこんな感じでお願いしますってイラスト発注をしたんだけど、あ、お、あ、お互い光ってんのか。ダブルチャンスする気かこれ。沖縄に来て沖縄アイランドで、また再度これで落ちてしまうと、結構大変なことになるぞ。体育垣長っ。さっきの試合とかハイキックめちゃくちゃ使ってて、ハイキックがガンガンカウンターヒットしてまして、なんかその2位ってなんだろうね、長くやっていくと、それは上級者だったら相手の手癖とかここで振る、ここで技を置くみたいな、そのそういうタイミングを読み切って、まあ上級者だったら、あ、ここ読まれだしたかと思ってやめるじゃん。やめた時はやめてて、やっぱりじゃあ置くみたいな時にやっぱり置いてて、カウンターヒットするんだよ。これ何なの、ね、何を読みなのやめて。そういうところが長けてるんだよね。いや僕もね、結構その鉄拳で対戦するときは相手の呼吸を読むんですよ。守って守って攻撃、守って守って攻撃みたいな、そういう、あ、この人のバイオリズムはこんな感じだなみたいなっていうところ見るんですけど、あれもしかして黒黒を消化させたのが2位なんじゃ、あ、そうだったか。黒黒鉄拳やってるのが、要は黒黒鉄拳の劣化版が黒黒で消化させたのが2位。くー、運命だったが、そして食らいつく2対2爆死。同じぐらいの体力、これは逆に前ダッシュしてきたので爆死も今のはヒット確認できなかったですね。1、2と 3LP がスカってたので、あ、スカっちゃったやべえっていう状態の3、4出し切りだったので、4発目に RP ちょっと押すのが遅れちゃいましたね。追い詰めてるな、爆死食らいつけられるか。一番遠いけどここも2本爆死抜けてくる。シャカパンでお茶を濁す。シャカパンガードでマイナス5。セイヤーでやはりこの男なのか。行くね。ここで5対1です。あ、2位が変えます。2位がキャラクターチェンジですね。入ったかな。もう一度フェンですね。入れ。Get
あれ俺カウント変えたっけ？これ51 OK。 爆死タバコか。残念ながら日本のゲーセンはタバコは OK ですからね。I don't like cigarettes. タバコ。ちょっとPTJ がいる。この試合をの後ちょっと再度はい爆死入り直しますね。ちょっと時間ください。この後はい配信席の方にちょっとトラブルがありまして。次の試合入るときに、3分ほど待ってくださいね。ここでぶっ放しリフトアッパー？あ、もう言ってこようか。ちょっと言ってきます。
はい、ちょっとトラブルがあったんですけど治りました、トラブルフィックス野郎たちです、今爆死がかって 5-2 で合ってるよね。再度、お願いします。皇帝戦さっき、何ステージだった？大丈夫？2位分かってるみたいな。あ、クラウディ、またクラウディオステージだったんだ。I fix the trouble. ここで5対2、バクシーが1個、こう、やっぱキャラだったのか？皇帝に落ちて、皇帝戦は必ず勝つ男、バクシーだね。目の前ですからリフトアッパー、いやチョッピングエルボー、皇帝は吸わせて、これはえ、あ、そう、え、そうなの、え、あれ何、手前王天でキックオフって避けれる、避けれるんだ、そういうところ知ってるんだよな、当たり前かもしれないけど、よく鉄拳にはあるんですよ、あの横転方向によって技が追い打ちが入らない、片方の横転は入っちゃうけどこっち方向には技のフォーミング性能が弱いから当たらないっていうのがあるんです。エディ戦とか受け身を取るときは右受け身がいいんだよ確か。なんかみんな左、あのパンチ受け身とか取っちゃったりするけど、キック受け身っていうのもあるから置き蹴り出ちゃいそうだけど、キックボタンで受け身を取るってことも可能だから、左ズレしてるとコンボがちょっと入れやすくなったりします。くー、巨歩の使い方が世界一か、あれでも剣ってドラグノフにやりやすいみたいだから、巨歩であのアサルト、これこれこういうのが要はアサルトと同じじゃん、アサルトと同じで、ああやって突進系の技を避けて、あれなんだよ、爆心打つとすぐタバコじゃねえかよ。いや、まあ、別に、あっと画面が消えて、画面がちょっとすいません、配信そのうち直ると思うんですけども、はい、ごめんなさい。あー、すぐ直るかな、ちょっとすいませんね、今トラブルが怖かったんで、今消えちゃうやつあるじゃん、あれちょっとね分配器の接触の問題があったんで直してた、直しといたんだけど消えた、ごめん。もしちょっと次消えたら大丈夫、抜くんで
線ブチュって抜くから大丈夫。これは12に角換入れず、ああいう2発12角換捨てて前走隊とか行かれると結構怖いよね、食らうよね。大会とかそういうのありなんですよ、ライトをガードされて、あ、自分がライトをガードして角換入れないで落葉を打つとか、一発目の勝負の時は全然ありなんですよ。て今トラブってたけど、ゲームカウント 5-2 で OK? 5-2 OK? あ、6-2 か。6-2 ね。はい、OK です、ありがとうございます。 Thank you ゲームカウント、あ、プリーズプリーズ、あ、ノートメモ、ゲームカウントサムタイムズ I forget。 ここで2が勝って7-2。はい、ありがとうございます宝物さん。2位のあの鉄骨持ってるイラストを作ったけど、鉄骨持ってきてるのは今日は爆死という。2位のブライアンはどこまで行ったのかな、もう未知数ですからね。2位の段位もどうなってんだか分かんない、もう神段以上ばっかでしょ、もう爆死なんだ今のは。なんでハイキック出ちゃった、あ、トゥースマン、あは、なんかレバーが跳ねちゃったとかなんでしょうか。勝ち角の部分を、勝ち角パニッシュを逃して立ってからハイキック出ちゃったやつ。ターンエンド、前段入ってからの痛い流れを持っているぞ。昨日そのコンボ爆死じゃない、2位もやってたの、2位のブライアンもやってたの、すごいね、あれ、あの技使えたんだ。うわ、これはブライアン使いだわ。目の前で2位クラッシュ1発目をスカッといて、2発目引っ掛けて出てくる、長年ブライアンを使ってる爆死ならではの2発目引っ掛けですね。これにニコニコ動画でも配信してますか。いや、してない。最近はもう、ニコニコ動画はやめましたクソすぎるので。ビリビリ動画でも、配信してないですよ。
それとスイッチの僕パートナーチャンネルパートナー登録さ したので、他で配信はできないんですよ。これは2発目だけ入れるやつなのかな。だアフリカ TV でもダメなんだ。ダメだな、うん、アフリカ TV ヒット確認してるんだよな。ここで8対2じわじわと溶け出していく爆心の団員、大丈夫か。バクシーが寒がってる。与えて、温かいものを与えて。いや外はクソ暑いから。ここで2位の昇格のチャンス、高校と光って本日2回目の昇格のチャンス、まだ逃してはいません。バクシーも昇格のチャンスは逃さなかった。今回は大丈夫だろうか。ここはきっちりヒット確認。この斜めの時は遠いんだよね、壁が。届いた、痛いやつだ。痛て痛くないな、全然痛くなかった。前ダッシュジャブ、垂直フラヒ読みの行動なのかもしれない。でもフェンはすぐそういうの読んでたら足無双あるからスカカが届きにくい状態の技も打てるよね。ノクトとか使ってると垂直フラヒがね狩るポイントなんだ。垂直フラヒが癖になっちゃってるブライアンとかいるからお気に、まあ、強い行動だけど一点読みされてたらね、さすがに浮かされる覚悟を持って垂直フラヒを打て。垂直フラヒをね世界一打ってたのは鉄拳5のクロクロブライアンなんだけどね。申し訳ねえ、俺超垂直フラヒおじさんだったから。今日は影丸はいないです。ウォーカーゲーミングはバクシーのみこの沖縄に今遠征してます。フルミズも、来てないです。忙しくてね。バクシー浮かせる。当たればでも壁ナムコの角度だったね。あのミリの対決局の時ってOK ゾーンが広がるからコンボダメージが伸びますからね、レイジャーツで。若かりし頃僕もブライアン使いで、バクシーと僕は秋葉でブライアン対戦してたんですよ。僕がブライアンをやめたね理由っていうのはバクシーにありますから。どんどんバクシーに追い抜く。おっとここで軽々と神弾製造機じゃねえか。バクシーは、そのまま校庭で入ってください。ブライアンで。俺はね、黒ハンド。俺ここにいるから。ここです。ヘルプ、ヘルプミー。
I want to play Tekken I don't play Tekken one week. Next week I will go EVO. I want to practice. Get ready for the next battle. ステージは毎回ランダムで決めてもらってます。出てきたのはファラン皇帝。何でも出てくるな。何でも屋さん。ドンキホーテ、段位のドンキホーテ。ランクだ、ランク、ランク、ランランラン、ランク、ランクホーテじゃんこれ。ランクホーテだよ本当に。ムルアーチェ。衰えないね本当に。2位が日本に来たらね、とりあえずあのドンキホーテ行って、あのパッチ手にあるあの磁石のやつ、まあ要はピップエレキ版だよね。あのシップシップ、手が いつも鉄拳やった後手が熱いとか言ってるから中二病みたいなやつになってるから。いやもうそのコマンドやり、要はさ鉄拳やりすぎて左手の腕のね、腕が手首が痛くなっちゃうんだって。いやー、アチェはあるのよ日本でも。要はもう2位も年取ってきたから、俺とかもそうだけど、アジェイコールジャパニーズランゲージ、おじさん、おじだから、2位おじとか、2位おじつえーみたいな、黒おじ、くー黒おじつえーみたいな言い方するんだけど、それが2位おじに、ジャパン、セイ、ジャパニーズ、セイ、ニーオジだ。コリアンランゲージ、ハングルは、あれでしょ、ムール、アジェ。33か32ぐらいでしょ。ここで簡単にこれは爆死が制定で入ってもらうという流れなのかな。次、ちょっとトラブルで始まるのが遅れちゃいましたけど、ちょっと言ってきますね。もうね、忘れちゃうんだって自分のランク。2位フォアゲット、2位ランク。Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Katarina Alves. お、バクシータバコ捨てないな。大丈夫？いける？タバコ吸うから負けたんじゃないのか？タバコか？タバコやめればね、強くなると思うんだ俺。あ、やめ、ドリンクはオッケー。タバコはダメ。バクシーアジェ。
これ、モンスターかなんかじゃん。制定あったんだ。そして出てきたのはカタリーナ。2位はカタリーナ強いって言ってたけどな。あ、家庭用版で2位のカタリーナ、剣王、危ねバクシー、これ剣王だ、エンペラーだ、エンペラーエンペラーだってエンペラーのカタリーナだって仮面団員か、この野郎いいよいいよ、オッケーオッケー韓国人からもこれはちょっとルール違反、いいよいいよ、女はしょうがない、ダイなんていいんだよ、どうだってオッケーオッケー、ルールオッケー。ラウンド3ファイト。カタリーナ2位って何なんだろう、カウンターキャラが得意なのかな。ブライアンとかもカウンターだしね、まあ、全部得意なんですけど、鉄拳が得意なんですけど、あっさりと。Get ready for the next battle.まだ段位の変動はない状況で、バクシーは14戦目。かつて2 VS シリーズをやってきましたけども、まあ、みんなそろそろバクシーふわふわしてきた頃かな。2位にねやられ続けるとふわふわしてくるの、本当に今まで自分が信じてた鉄拳が信じられなくなってくるから本当に、いや俺もそうなったことあるし、なんでみたいな、えそれ何読みなのっていうのが多すぎてふわふわしてくる今まで俺は何をやってきたんだみたいな。背面で PK 入って、壊れるやつ、補正切りにならないか、いつでも。
迫力 WK 何学習は何だ年あ結構カタリーナって遠距離強いよね。あの 66RK ホーミングあれ強いよね本当に。まあ、ハリアからの行動が強いな。ここでバクシーが久しぶりに勝利、3勝目、11対3。キャラ相性なのか、本来はエンペラー、エンペラーの2位のカタリーナ。Round one. Fight. ハイキックからハイキック一発からのコンボ。リスクをそういうリスクをどんどん減らしていく。今ストマックブローを入れられると判断できたのはすげえな。クイックグラビットハンマー、もちろん2位はあんまりあれやんないですね。最後の削りにクイックグラビット。想定できていなかったか。あ、ブライアンはそう、カタリナの、マイナス10マイナス17なんだっけ、17なんだよね。あれカズミの立ち上がり途中は追いつきとかも入んない。でブライアンはあれリフトアッパーが届かなかったりするから膝だけとかになっちゃう。追い詰めてまたもミリにされられて、ああ爆死が浮かせば逆転ゾーンもうちょいだったんですけども、スクリーンのランクはじゃあ役者あ違うスクリーン野者だったの。それで VS2 しますって来たのに、昨日一昨日だったかに来た日にローハイトやって落とされてんだよ、雷神になっちゃってんだよ。ニートやるために来たんだろう、なんでローハイトやってんだよ。うん、勝つならいいよ、勝ってや勝って龍神になって龍神戦しますだったらいいよ、落とされてんじゃねえよ。だからダッチャも雷神、チクリンも雷神です。で今日の配信は11時までなので、バクシーは17時までですね、あと15分。あっちにダッチャいますか。ジャッタに7時からやりますんでって言っといてください。ダッチャはパンダです。ランチュもパンダだけど、ダッチャはパンダ雷神。
このキックオフのスカを見逃さない突進系のああいう技のスカって入れるの難しいんですけど、難しくないっていう人もいるかもしれないけど、一瞬判断遅れる、あーなんかリーチ長いからガードするっしょ、あーしなかった、あースカが入れられないみたいな感じのあるんだけど、きっちりと浮かしてきましたね。2回あとちょっと爆死、あと15分大丈夫かな15分持つかな。これ一緒に見せたいのは、なんかあの2位のイラストの引きずってるやつと、ブライアンが引きずってあの状態のね。カウンターヒット、これもしかして壁、まあフィニッシュはできなかったのかな今の状況だと。爆死の中でカタリーナはいけるのかいけないのか。おっと使って使うと思った、ちゃんときっちり浮かしてんの爆死すごいな。膝は必ず壊せる。レイジドライブだと変わっちゃうの。あ、レイジドライブは膝じゃないか。あそこ13なんですよね。ラウンド4ファイト。出し切っていく、稼働初日のような前段出し切り。あ、でもそっか、ガードしてないからそれはありなのか。え、なんでなんで今すごいな、それありだな。2発目、兄さんが2発目3発目がノーマルヒットしてれば4、5って出し切っちゃっても4発目しゃがめるだろう。おっとまた、はちょっと爆死やめろ、爆死が壊れる、やめろ、プリーズストップ、ストップストップストップ、7時まで持たねえよ爆死。あと10分、10ミニッツキープ、ビオランク制定の次はブテか。うーわ、よくそれ多分爆死知ってたな、カタリーナ使いがそういう今の時にあれを結構打ってくるっていうのを爆死の中では想定があったんでしょうね。だって あそこしゃがむじゃないですか、あのブライアンの敵側としては。
だからしゃがみからあしゃがんだしどうせしゃがみ中の技出すかみたいな感じで、あっさりその技出せちゃうんで、ジャブジャブ削っていく。世界最強のジャブの使い手にお返しという目で 3RP 体力はちょっと2位のカタリーナがリード。クー、ここで逆転。マクシーの体力あるない。逃げるの。クー、クー、この絶対にハンニャにならないようにこの大切に大切に昇格のチャンスだけは逃さまいと。なんというキャッチボールしてるんだ。ワンツーワンツーだよ本当に。必要に 3LP、 カタリーナの 3LP は強い。心余裕を持ったのは2位のカタリーナの方。まあ余裕とかそういうのないのかもしれないこの人に。壁があったので今のはハイキック連打の方が強かったけど、もちろん一発止めとして使ってたんで無理ですね。ここであっさり15対3。2位はあるのかな。探してます、ブテを。2位サーチングパープル2ランク、ちょっと聞いてきます。2位のイラスト 見ときます？チラッ。うわ怖い怖い。2位のこのこれ持ってないバージョンもあるんだよね。ちょっと大丈夫だよね、やってないよね。ちょっと待ってね。余裕、あ俺も配信に余裕ができてきた。もう今日のもうわけわからないトラブル、イベントやるたびに出てくるからね。何なのっていう感じだよね。持ってないバージョンがこれ。あやべ、始まっちゃう始まっちゃう。これ手持ってないバージョン。やべ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 、戻せ戻せ。いや、はい戻った、はい戻った。またタバコ吸ってる。出てきたのはキング。あ、なんか違う覆面かぶってる。何このキング。爆死の何これ。え、今エリザの角って他のキャラクターもつけられるの。すごいな、もう別のキャラじゃん。なんかなんだろう、なんかになんかの魔王みたいな感じだな。
あ、すごい。キングの強い行動ってバックダッシュしゃがみなんですよ。バックダッシュしゃがみ待ち、要はボディスラーを打つために。だそういう何でもボディスラーバックダッシュしゃがみキング野郎だったら突進系の中段を多めに使うといいですね。66なんちゃらみたいなのミドルとか。トゥースマ DDT ミスる男ではないか。トゥースマ DDT とノクトの 4RPWP の入力、あのヒットした時のフレームって猶予って同じ2フレ。キング使いってあれミスらないよね、トゥースマ DDT。俺たまにノクトで使っててミスるんだけど。レイジドライブ行かない。え、バクシー今何、え、どういうこと。バクシーも今前転してた。その動きだった。さすがにあそこで熱波はないから、対キングに対して。ここで16対3で合ってる、16対3で合ってる、 16-3OK。 いいのかな。あ、まあ、まあ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 。ここで背面をさら…え、なんで正面になってんの。バクシー思わず振り向き系の技を、振り向き下キックとかローキック打ってたのかな。あ、宝物さんありがとうございます、いつも助かります。これは受け身を取れても取れない。キングは削りやすいキャラだから、相手をミリにした時に結構いろんな選択肢がありますよ。エルフクのスーパーデュレイかけて打つとか、アリキックのゲーゲーゲーなのか、ゲーゲーチューなのか、ゲーチューなのかみたいな。あれ、キング最強じゃねえか。死にそうになった時の必殺投げコンボもあるしな。キング使い最低だな。テッドさんに怒られそうですけど。大幅フリーのところにはもちろんカウンター重ねていきますね。動いたらボタンを押したらカウンターってやつ。それをバクシーが今度は逆にそれを打ってくるならと、しゃがんで、要はキングの 4LP を。浮かせようとしてましたけど、立ち上がり途中 RP。 じゃあここで、7時を回ったのでバクシーの選手交代です。17対3、バクシーは20戦中3回しか勝てませんでした。次はダッチャー行きましょう。